は今夜が初お披露目のバファローズのユニフォーム。伊手前打線にも真っ赤な火をつけてがっちり首位固めといきたいところ。試合は1対2と1点を追う6回、セカンドにクラークを置いて中村がラッキーな内野安打を放ち、バファローズ同点に追いつきます。そして続く山本はライト場外に2試合連続のツーランホームラン。パワー健在のベテランの一振りで4対2と逆転に成功します。バファローズは1点返された8回、ワンアウト2塁3塁のピンチを迎えると迷わず守護神赤堀を投入し必勝パターンに持ち込みます。今シーズンまだワンヒットしか打たれていない赤堀ですが、三村にしぶとくライト前に運ばれ4対4の同点。これで勝利の方程式が狂ったか、サード中村が何でもない当たりをファーストに悪送球し逆転。中村は続くキャリオンの打球も連続エラー。なんとも後味の悪い逆転負けで新ユニフォームのお披露目を白星で飾ることはできませんでした。パドレス球団からパドレスが指名する他の球団に対しても、まあ、交渉権を認めてほしいという旨の、まあ、申し入れがありました。ロッテ球団としましては、パドレス球団の申し入れを、承諾する方向でございます。マリーンズがパドレスの指名する球団ヤンキースにイラブの交渉権を認めたことでようやく問題解決の糸口が見えてきました。これからはヤンキースとイラブとの交渉が始まりますが、ヤンキースはイラブが希望する球団だけに入団は確実と見られています。孤立でなんとか首位を守ったものの、疲労はエラーで自滅したバファローズ。そんな嫌なムードを39歳ベテラン山本のバットが吹き飛ばします。まず2回にマリーンズ先発の古木からライトスタンドに突き刺さる3試合連続の2号ソロを放ち1対1の同点とすると、6回にはレフト前にうまく流し打つ技ありの勝ち越しタイムリーを放つなど3安打の猛打賞で4打点を叩き出します。これで火がついた伊手前打線、7回にはもう一人のベテラン大石やクラークのホームランも飛び出すなど打者一巡の猛攻で一挙7点を奪い試合を決め、佐々木バファローズ新ユニフォームでの初勝利でがっちりと首位固めです。さよなら負けで貯金も底をつき、ここが正念場の王ホークス。しかし先発田上が1回、3番堀にタイムリーを打たれ、あっさりマリーンズに先制を許してしまいます。その裏ホークスも同じようにワンアウト2塁のチャンスを迎えますが、秋山の当たりをセンター諸角がファインプレー。4番徳保もルーキー竹清の前に沈黙し、今日も嫌なムードが漂います。2点を追うホークスは3回、ようやく1点を返してなおもワンアウト1塁3塁、イケイケの場面でバッターは秋山。しかし結果は最悪のダブルプレー。自慢の強力打線も今日はちぐはぐな攻めが続きます。こうなると流れはマリーンズへ。5回1点を加えてなおもフルベース。ここでバッターは代打初芝、会心の2点タイムリー。絶不調でスタメン落ちしていた悔しさを一気に晴らします。さらにプッツン状態のホークスの守備の乱れも手伝い、マリーンズはこの回打者11人で一挙6点、8対1とゲームを決定づけます。その後竹清から吉田へとつなぎ9対3で快勝したマリーンズはこれで5割復帰。一方ホークスは4連敗。王監督、苦悩の借金生活に突入です。王監督、連敗ストッパーとしてエース工藤をマウンドに送ります。今シーズン3勝負けなしの工藤、140キロを超えるストレートと変化球のコンビネーションでロッテ打線を6回までヒット2本に抑え、味方の援護を待ちます。5回までロッテ先発小宮山に抑えられていた大栄、6回ワンアウト2塁で新の秋山に代わって3番に入った吉永、小宮山の抜いたボールをうまくバットに乗せます。大栄はこの回さらに1点を加え2対0とリードします。2点のリードをもらった工藤ですが、その直後の7回2アウト1塁で大村、フルカウントから投げたシンカーが落ちませんでした。工藤、2点のリードを守れず8回でマウンドを降りました。試合は2対2のまま延長戦に入り、10回の表大栄ワンアウト3塁1塁のピンチ、4人目新人の岡本をリリーフに送ります。記録はファースト吉永の悪送球。大栄5連敗で今シーズン初めての最下位転落です。その大栄は1回1番村松に続いて今日2番に上がった伊賀美田にもヒット、3番に入った大道、大栄打線の組み替えが当たり3連打であっという間に先制します。
さらに当たりが止まっていた4番小久保もフェンス直撃のツーベースヒット。ダイエーこの回5連続ヒットで4対0とロッテを突き放します。さらに5回の小久保、ホームランダービーの単独トップに立つ5試合ぶりの7号ツーランホームラン。吉永も負けてはいません、4号ホームラン。7番のパークル、ダイエーこの回3本のホームラン、10対1と大きくリードします。中3日での先発の若田部も大量点に守られて伸び伸びと投げます。ヒット13本を許しましたが、およそ2年ぶりの完投勝利、チームの連敗を5で止めました。7連勝であっという間に最下位から2位に浮上してきたファイターズ、今日も3回目下首位打者の上田の先制タイムリーでしっかり主導権を握ります。4回には2つの犠牲フライとベテラン山下の渋いタイムリーで3点を奪ったファイターズ、これが連勝中の勢いというものなんでしょうか。今日も勝利の予感が漂います。さらに5回ワンアウト満塁のチャンスをつかんだファイターズ、そして迎えるバッターは落合。しかし結果はダブルプレー。ここからゲームの流れは徐々にマリーンズの方へと傾き出します。そして6回ファイターズの3番手下柳が突然乱れ、なんと3つのフォアボールで満塁としてしまうと、今シーズン不振を極める初芝に2点タイムリーを打たれ4対4同点に追いつかれてしまいます。なんとか嫌な流れを断ち切りたいファイターズ、しかし7回島崎真似もが捕まってしまいました。これに甘いシンカーをレフトスタンドに運ばれ、ついにマリーンズに勝ち越されてしまいます。結局5回以降チャンスがありながら、それを得点に結びつけることができなかったファイターズ、連勝は7で止まってしまいました。共にパリーグワーストながら、なぜかそれでも首位という不思議なチームマリーンズ、強いのか弱いのかよく分かりませんが、今日は初回片岡の先制1号ツーランホームランでゲーム差1しか違わない最下位ファイターズに先制点を与えてしまいます。しかし曲がりなりにも首位のチームマリーンズ、2回ファイターズの先発ルーキー今井から諸角が左中間を深々と破る2点タイムリースリーベース、ひょっとしたら本当に強いのかも。マリーンズあっという間にゲームを振り出しに戻します。そしてここからゲームの流れはマリーンズに、4回ファイターズの守備が乱れます。ライト上田がファーストへ悪送球、これでランナーが2塁に進むと、続くトンプソンのファーストゴロ、なんと落合がエラー。何か見えない力に後押しされているかのようなマリーンズ、相手のミスで金本の勝ち越し点を奪います。こうなると打線も首位のチームらしくつながりが出ます。7回打率1割5分の初芝が満塁のチャンスに意地の一振り、貴重な貴重な2点タイムリーツーベースヒット、これで勝負の行方は見えました。投げては守護神川本が8回には1点を失ったものの、9回はしっかりと0点に抑えてマリーンズ連勝。この強さ本物というにはまだ疑問符がつきますが、堂々の単独首位です。